お、なんすかこの料理、見たことないですね。おお豪快豪快だね、うん、え、おーおーおー、え、うなぎはあのさばき8年手打ち3年焼き一生って言われてて、関東は背開きで、関西は腹開きで、それが、はい、なんでこう使うかっていうと、関東は武士の文化なので、武士はその腹を切ると切腹を連想するから NG ダメだ、すごい勉強になる楽しい